高垣瞳は、日本の児童文学作家、大衆小説作家、小説家。本名、末尾。別筆名、田川緑、大見、小道を。広島県小道市土道生まれ。聖家は、醤油醸造業を営んでいた。幼少から軍艦に憧れ、海に、城を悟を持ち育った。このため海を舞台にした作品が多い。 1920年は世田大学英文化卒業。新聞記者を志したが必ず、同郷の雪と森風のいた、新国劇客本部に入る。間もなく兵役のため退職し、復員後26歳の時、東京府立を埋め実家高等女学校の英語教師として赴任。教師の傍ら少年向けの冒険小説を書き始め1925年、少年クラブの 竜神丸でデビュー。前年に生まれた長女の名前をとってペンネームを高垣瞳とした。この作品は少年伝記小説として一時代を隠した。続いて発表されたヒの目は次に生まれた長男の名と暮らしたお梅氏からお梅に名義で発表。同作品は後1959年 KRT 月光仮面の後番組。 日本初の本格的テレビアクションとして、テレビドラマ化された。教職味試作家に、千年、再び、高垣瞳名義に戻しこの後、神風やわた船、万寿舎げ、決心の昇降石膏、荒海の虹、渦潮のか、銀蛇の岩屋、国位健況、科学怪奇怪人級、恐怖のミイラなど、相次いで発表。童話とは異なる面白さ。 破天荒なストーリーの中にも人として選ぶ道を教えた教育者として高垣作品は当時の子供たちを熱狂させた。特に1935年に発表した解決黒ずきんは伊藤菊蔵の指絵と共に大評判となり、翌1936年の幻城の2作品は戦前から戦後にかけて日活や投影などで何度も映画化された。また、 NHK 少年ドラマシリーズなどで、テレビドラマにもなった。解決黒ずきん発祥の地を示す記念日戦時中の1943年、東園が専務を務めていた朝日造船のある、千葉県勝浦市に引っ越し同署に勤務。戦後しばらく経って、同署に特攻兵器、海流の発案者で、戦艦山と沈没時の生存者の一人、浅野一郎が訪ねてきた。浅野は、 軍令部で唯一人と言われた科学技術参謀で自身が書いた原稿を見てくれと言われた。運の十三にネタを相当送ってるのに、丁寧な返事はくれても肝心の現金を送ってくれないと嘆き、この原稿を八十円で買ってもらえば自転車が買えるといい。次男の高垣葵が隣の部屋でそれを聞いていて、ちょっと読ませてよといい。その話は科学者の恋人が、 大病になり、渓流に住む、岩名の血と恋人の血を入れ替えるという内容であったが、葵が、こりゃ、面白いやというので、原稿を買った。すると、もっと面白い材料があると、もっと規模の大きな SF 小説の構想を話した。これが、コール地球という小説に発展し、当時発行されていた、投稿少年という雑誌に、 1949年1月から1950年3月まで連載された。共作者としてクレジットされている深山ゆり太郎は浅野一郎である。浅野との共同作業で新しい科学知識を習得することができた。浅野は1961年頃亡くなるが、高垣は遺作となった燃える地球に深山ゆり太郎と 浅野ういの両方を登場させていて混乱するが、深山ゆり太郎う参謀として登場する方が、浅野のモデルという。その後は、漁業問題などに関わり、海洋資源、環境問題など、社会的なテーマに取り組み、魚の腹から生まれた男、魚の食えなくなる日などを発表。1978年、宇宙戦艦ヤマトのプロデューサー、西崎義天から同作を、 瞬間的な映像のままでなく、文学作品として長く残したいから、小説にしてほしいと直接依頼を受け、熱血小説、宇宙戦艦ヤマトが1979年7月に、西崎義天安、高垣瞳著として、オフィスアカデミーから出版された。これを手掛けたことで、戦後すぐに書いた SF 小説を書く意欲が戻り、燃える地球を執筆。コール、地球。 恐怖の地球、燃える地球は、地球三部作と言われる。燃える、地球執筆中に右目を失明し、両足も麻痺して歩けなくなり、同作品が遺作となった。1983年、老衰のため、勝浦氏の自宅で死去。去年85、次男の高垣葵は、民間放送発足時から脚本家として関わり、一丁目一番地、など多くの作品がある。 藤子藤雄の海の王子の原作者としても知られる。大衆文学は大御所作家を除くとやや忘れられた存在となっていたが1996年、講談社が文庫シリーズ大衆文学館を刊行するなど、近年高垣を含めて再評価の兆しがある。ありがとうございます。